新日本航空株式会社は、鹿児島県の鹿児島空港を拠点として、定期航空路線事業、不定期航空路線事業、遊覧飛行、訓練飛行、航空写真撮影、航空宣伝、航空企画の整備などの事業を行っている会社である。なお、日本航空とは一切関係がなく、2012年度より、兵庫県明石市に所在する。 有限会社秋篠田港油が筆頭株主になっている。設立当時より自家用及び事業用操縦士の訓練要請を鹿児島空港や大舎飛行場、仙台空港などで行ってきた。2011年4月よりすべての訓練要請を鹿児島空港で行っている。また、鹿児島空港を拠点として定期航空路線事業のほかにセスナ機による遊覧飛行、 九州、沖縄地域の空港へのチャーター運航を行っている。2016年より、スカイマークのパイロット養成訓練を受託している。かつては、新潟空港も拠点としていた。2011年7月29日より、朝日新航空が撤退した新潟佐渡線に就航した。所要時間は片道25分で、運航本数は季節により変動していた。しかし、 2014年3月28日に、同3月31日をもって、新潟佐渡線を無期限で運休すると発表。さらに、同年4月15日には、新潟運行所を閉鎖したことが発表された。2014年8月13日に、鹿児島空港薩摩洋島飛行場へ周一、往復を就航。毎週水曜日運行であったが、2015年4月13日からは、 月曜日を含む週に往復となった。セスナ172を機材として使用。当民は、運賃の割引がある。2017年9月、同社の単発プロペラ機セスナ 172P が、鹿児島空港から、三島村の薩摩大島飛行場に着陸した際に、強い着陸となったため、機体全部の、隔壁と呼ばれる部分にある前足の取り付け部に亀裂が、 できたり、胴体の下側に、歪みができたりしたことなどが2019年3月になって明らかになった。乗っていた3人に怪我はなかった。新潟空港で撮影された、ブリテン、ノーマン BN-2 アイランダー同社保有のセスナ172。ありがとうございます。